全く覚えてない。
初パフォーマンスの曲で赤い花という曲です。赤い花覚えてよ、覚えて絶対、え、覚えてくださいねと思ってたよ。はい、それでは初めに自己紹介させていただきます。はい、圧倒的女性、え、圧倒的女性不安定オタク最善管理命のイクラです。ゲームしまくりオール4月の最年少アーミー真冬です。マフー、はい、見た目は不真面目では真面目、振り付けやってますレナです。はい、ディズニー大好きポンコツ最年長アンナです。お願いします。次の時に行きます。待って、口ひもけてる、結びたい全部取っちゃう。このフォーメーションはこのフォーメーションはなんだろうな。それでは聞いてください、諦めない夢。Thank you.
ください。見た。それでは告知をあなちゃんからお願いします。次のライブは本デビューのライブになります。おー、日程がですね12月27日の水曜日平日なんですけど、また皆さんお時間を合わせてくれると嬉しいです。ゲストだよ。会場は新宿アルパキースタジオさんでパフォーマンスさせていただきますので、ぜひ皆さんお越しください。それでは聴いてください、赤い浜。
マフェアー、はい、最後に私たちもなんと平行運搬がありますのでみんな来てくださーい。お願いします。平行運搬だからね、来てもらわないとね。それでは以上、私たちデコチキ、ね、デコチキってなんすか。あ、デコチキなんすか。あ、一人でこれ。あ、なんかそう、なんかデコチキが一人みんな書いたんですよ、1枚ずつで2000円からちょっとオークション形式にするらしいんですけど、なんか売れ残りは悲しいのでもなかったです。お願いします。じゃあこれで以上ですね。はい、どこだ。あ、それでは以上、私たちカッコカワイイステーションでした。ありがとうございます。Thank you.